美しすぎると呼ばれてきた銅版画家、長野県坂城町出身の小松美和27歳。しかしその作品は美しすぎるという形容の真逆をひた走る。自宅の壁に貼られた作品には、見てよ見てよ見てよ私の作品を、そして私を、私の思いを見てよの叫び。うん、ちょっと中心ですかね。うん、なんか中心な感じがしてますけど。作品が見たい、見てみたい。意地悪く言うのであれば、見てよって言うなら見てやるわよ。そう思っていたところ、ふるさと榊で個展を開くとの案内が来た。これをちょっと千曲川に流していくという感じですか。その緑色何ですか。あ、これはネズミ、カミネズミがこう魂がこう流れて、あの細胞分裂をしているところをイメージしてる感じ。ぐちゃぐちゃーってこう。これは見せて。これは最後にこう神様とだってこう天に昇っていくというイメージで、これはあのたくさんの人にこうこの音でねこう気づいてもらって祈りが届くように鈴つけました。古典のタイトルは神ネズミと空猫様。榊に伝わる民話を題材にした。榊では昔々ツツガという毒虫がはびこっていた。その虫に生き血を吸われた人間は次々と息絶えていくという恐ろしい虫。困った村人が神様にツツガの退治を願ったところ、白い大きなネズミが現れ、その後3日と経たず村中のツツガがいなくなったというのだ。村人たちは白いネズミを神ネズミと称え、岩花と呼ばれる岩穴で養うことにしたのだが、ネズミはどんどん大きくなり村の田畑を荒らし、牛や馬までも食べるようになってしまう。困った村人は今度は中国から生まれの大猫を呼び寄せる。大ネズミと大猫は岩を噛み砕き激しく取っ組み合い、最後は共に死んでしまうというのが民話。2匹が岩を噛み砕いた時にできたのがなんと千曲川。そして岩花の大穴には今でもネズミが祀られているという。左側が小松が描く神ネズミ、そして右側が空猫様。神ネズミにも空猫様にも赤羽刀と呼ばれる刀を配した。刀には魂が宿るという。その魂が2匹の煮えたぎる怒りを鎮め、千曲の流れに身を任せながら穏やかな神の世界へ登っていくというのだ。神様を今回テーマにしているので、 害獣と呼ばれて厄介者になってしまった大きい生き物たちがきちんと天に昇ってね、神様としてね、こうなんだろうな、生きていってほしいというか、なんかたくさんの人にそれを忘れないでほしいという、そういう思いで。グロテスクで人を威圧せんばかりと撮ることもできる小松の作品だが、ふるさとが絵に現れた瞬間、ほわんとしたぬくもりが宿ったように見えはしないだろうか。その一つが榊の土壌が生み出す一風変わった大根、その名もネズミ大根の絵。猫もネズミも大根だけじゃなく、うどんも一緒に食べてほしかったな。
小松が思うのはそんな単純なこと、そこも見てよなんだろう。